危険な静電気実験の種明かしが。ただこれですね、20万ボルトを40人で割っていますので、おそらく1人当たりの電圧は5000ボルト。実は冬場のパチパチの静電気も2万ボルトぐらいありますので、やっぱり車とかサーブとかは実は2万ボルトぐらいあります。そんなに言うほどっていう感じです。はい。とはいえ、5000ボルトを経験したので、家庭用コンセントで100ボルトなんて余裕だというふうに思われて、家庭用コンセントですね、いたずらをするとこれは死に至ります。はい、ではなぜ100ボルトで死に至り、20万ボルトで大丈夫なのかというと、その鍵を握るのが電流になります。はい、押し出す強さが電圧、流れる粒の量が電流なんですけども、家庭用の電源は電圧を低く押す力は弱いですけども、中に牛乳のように電子が詰まっていますので、軽く押すだけでドッと電子が動いてしまいまして死に至りますので、コンセントの遊びだけは絶対に禁止ということになります。危険、はい、コンセントしてくれるんです。